先ほど買い物に行ってこんなの見つけました。逆さクラゲというそうです。クラゲって普通、お椀を上にしてプカプカ浮いてますよね。でもこいつはお椀を下にしてへばりついてふにふにしてるんですよ。変わってますよね。こんな小瓶に入って1匹1000円でした。餌を与えてみようと思うんですけど、逆さクラゲの餌は乾燥した何かで水にこう溶いてスポイトで与えます。こうやって、えい！クラゲの口って足の方にあるんですよね。こうやって口にプシュッとやってあげたら食べるはずなんですけど、食べてるのかな？これでちょっと自信がないです。食べてるといいんだけどな。飼い方を調べると、大きな水槽を用意して、ろ過装置も用意して、水温の管理もして、水は海水を人工で作ってあげなくちゃいけないんですって。そうなると、こんな小瓶の中では飼えなくって、多分長生きはしないと思うんですけど、頑張って飼ってみようと思います。逆さクラゲと言いそうです。